皆さんこんこにちは立花事務局統括塾長の中川敦史です本日も皆さんにこちらの立花事務局復縁チャンネルで最速最短の復縁が達成するための秘訣テクニックアプローチの仕方などを今回ね講義動画という形でお届けいたしますので最後までお付き合いください。よろししくお願いします でまずね、えー、早速いつもねお話をしてるんですがあの私中川が専属で担当しているラインアットっていうのを解説してますでこのラインアットって皆さんがよくあの使ってるんのラインでね。 気軽にあの登録ができる LINE アットっていうのを解説したんですけれどもこちらではねあの相談窓口を無料で開いてますまあ皆さんが気軽にまずね自分にはどんなことが必要なのかね冷却感どれぐらい取った方がいいのかとかね自分の復縁の流れとかどういうふうに進めばいいのかとかねまあ何かこういうことも気軽に相談していただいてあのお答えしている相談窓口がありますのでまだご利用したことない方ね相談に来てない方登録してない方ぜひ登録してくださいさらにね今 登録していただいたただ方には今回ね LINE アットだけでしか配信をしていない限定動画っていうのがあるんですけどもこの限定動画を20本あなたに登録した時点であの自動送信でプレゼントをお配りしてます登録して、えー、まずなんかあの一言ねスタンプとか送っていただくとあの必ず届くようになってますので登録していただいた方はその20本の限定動画も自分の復元活動に役立てていただいて最短であの自分の復元が叶う ためにねあのぜひご利用していただければなと思っておりますはいでは、えー、早速本日の本題に入っていこうと思います今日お話しする内容っていうのは2ヶ月後を目指して復縁をたった2ヶ月で成功させたまあ、3つの秘訣っていうことをお話ししたいと思います2ヶ月後っていうと今の時期だとちょうどそうですね年末に向かってもう今年が終わる頃になってるんじゃないかと 思いますまあ年末っていうとね12月はクリスマスがあるし11月はね10月かハロウィンパーティーもあるしワクワクするイベントがね目白押しの中ですから是非ねこの12月に向けて年内に向けて今年最後の生産っていう形で皆さんには復元を成功してほしいなっていうふうに思うんです。ところがねいろいろイベントもあってそうだな ね、11月には温泉旅行行けたらなとかね12月にはせっかくだからクリスマス彼と一緒に過ごしたいなとかって皆さん思うんですけど現実はねなかなかうまくいってなくてんかそんなこう閉塞感に今ねこう停滞期に。 立ってる方っていうのはぜひ最後まで見ていただくとあなたの復縁活動が2倍にも3倍にもねスピードアップして復縁成功に近づける秘訣をお話ししてきますのでまぜひぜひ最後までね、えー、お聞きくださいちょっとね停滞期っていう話をしましたけど復縁でもねまあよくあることですしダイエットでもそうじゃないですかね皆さんダイエットとかってしたことありません、ね、女性の方多いと思うんですよダイエットすると必ずやってくるのがあの停滞期っていうね あ,のある一定のところまで行くんだけどそこからなんかこうなかなかね体重が落ちないと、まあ、そんな落ちないなと思ったらリバウンドしちゃうみたいなね、まあ、ダイエットでもありますけど服のでもよくあります。 最初は、ね、LINE ができたなーとかねあの電話もできるようになったなーとかあのご飯もいけるようになったなーとかなんかちょっといいなーと思ってたんだけれどもそれがこう停滞期が来るとなんかだんだんこう相手の反応が薄くなってねあこのままでいいのかなーとかってなんかすごくこう閉塞感が生まれてきてその閉塞感によってまあさらにこう状況が悪化していってねなんか電話前までできてたのにできなくなったり LINE がこう返ってこなくなったりとかね、まあ、こんなふうに。 悩みを抱えている方っていうのも多いと思うんですよね。まあ、こういう方に対して足りてないね。まあ、三つの要素っていうのを、まあ、今日はお話しするんですけれども。状況改善するための一つ目のアドバイスです。 えー、一つ目ステージジアップにチャレンジです、うん、まあこれねあのなかなか,なか LINE がやってたのになとか電話してたのになでもなんかこう何て言うのかな LINE をしてると最初はすごく嬉しいじゃないですか。 最初はすごく「あのあようやく LINE が帰ってきた」とかねあの「ようやく電話ができるようになった」とか思うんですけど途中で皆さんね LINE が帰ってくるようになると LINE だけではなんかこうやっぱり気持ちがね上がらなくなってくる。LINE を知る人っていうのは、まあ、LINE ができるようになったら今度なんか電話までできるようにしたいなとかね電話できるようになった人っていうのはあ一緒になんかご飯行きたいな誘いたいのになっていうふうになんかこう閉塞感を感じる 時ってありませんか？こういう風になった時っていうのは、僕はステージアップするためのチャンスだと思ってください。今、あなたが次のね。レベルがこう。ペロペロリンってこう上がるようなステージアップするための今チャンスなんです。あなたはこのタイミングがね。もしかすると一歩先に進むためのサインかもしれないんです。こういう風にね。話をするとよくこう。皆さんの相談を聞いてるとですね。せっかく line ができるようになったから。 嫌われたくなないいってううのが先行すするるようになるんですせっかく電話ができるようになったからせっかくご飯がいけるようになったからこの関係を崩したくないって思うようになるんです結果としてそのステージアップのサインなのにもかかわらず一歩前に踏み出せないっていう人が多いと思いますですがこうやって行き詰まってるあなたはぜひねこれをきっかけにステージアップするんだというふうに決めて突っ込んだ行動をとってほしいなと思います 例えばですよ、LINE を今できてるっていう方は、思い切って電話してみてください。そうすると、ひょっとすると、彼の方がね、彼女の方が、パッて出てくれて、ああ、お久しぶりどうしたのっていうふうに、電話に出てくれるかもしれません。これが、電話ができるっていう方は、思い切ってご飯に誘ってください。そうすると、もしね、お相手があまりね、よろしくない。 まあ要は感情だったとしたら後ろ向きで「ごめん忙しいからごめんね」っていう風に言われたとしたらそれはまだ前に進むべきタイミングじゃないっていうことがわかるじゃないですかそうすると今の、ね、自分を見つめ直すきっかけにもなりますからまずはそのステージアップレベルアップ今あなたがやっているそうですね、えー、行動の1個ワンステージ上ワンステージ上をやってくださいね2ステージ3ステージじゃないですよ1ステージ 上のチャレンジをすることであなたの今の現状がワンランク上に上がってまた彼とねご飯に一緒に楽しんでっていけるようになりますから今閉塞感を感じて詰まってるなって思う人は勇気を持って1個上のステージにワンランクアップしようとチャレンジしてくださいでは2つ目です2つ目とにかく動くですまあ今さっき話したね話で とにかく動くっていうのがものすごく大事だっていうのが伝わった方には伝わったんじゃないかと思うんですがこのとにかく動くってものすごくね大事なんですよものすごい大事です何もしない人っていうのは何も変わりませんよくね何もしない人っていうよりも頭で考えちゃう人です頭で考えちゃう人あの LINE をこうやって送っていてああこれ電話に誘ったら もしかしたらなんかこういうふうに言ってあ,ああやって断られるかもしれないなとかねあのあご飯に誘ったらどうせ忙しいって言われちゃうから今の状態だととかなんていうのかな先読み先読みをこう頑張ってしようとしすぎて結局 いやじゃあ今ご飯誘うべきじゃないかなとかねあ電話するべきじゃないかなとか、まあ、まだ LINE 送ってないっていう人はいや私が今ここで LINE 送ったら嫌われちゃうかなとかねあの帰ってこないかなとかそけないかなってなんか頭でこういろいろ考えてしかもこの考えることって全部マイナス全部マイナスなことばっかり考えるんです全部マイナスなことを考えてどうせ私には無理って考えて結局動かないんですよ 動かなないいいっていうことは何も始まらないんですあなたが動かなければそこから一歩進まなければ近づくことさえできないんですあなたがまず一歩前に出て近づいてくださいそうすればあなたの復縁活動が大きく変わりますですからとにかく動くっていうことは実践してくださいでは3つ目3つ目です冷静に振り返ってみる これ、ね、あの1番目と2番目を今言ったこととはだいぶ真逆のことを言いますですがこれがあなたの復縁活動を大きく前進させる最後のキーワーワドですこのね冷静に振り返るっていうのがどれだけ大事かっていうとねあのこれは今まで自分の復元活動が正しかったのかどうか自分がやってきたことが果たして正解だったかどうかを今立ち止まって 考えてみてみください今の自分の行動が良かったのかちゃんとね振り返って冷静になって考えるとあなたはできるんですあなたは福音が成功でできるんですだから冷静になって振り返ってみるとあそういえばあの時ああいうメールをくれば良かったなとかねああそうだそこで感情的にならずにもうちょっとあ,のありがとうって一言言,言えば良かったなとかああそうだそのこの時に あの下手に電話かけなきゃよかったなとかねあそこでこうご飯いきなり誘わなきゃよかったなとか何かこう自分が今までやってきた行動を振り返った時にああしとけばよかったとかこうしておけばよかったとか絶対に出てくると思うんですよでしかもこ,うこの細かいところをちゃんとね目がいくんです冷静に振り返るとそうするとあなたが今までやっていった行動を改めて改善するきっかけにもつながりますから それがが自分の結果としてね、復縁につながるんですこれはねこの間ちょっと相談に来た方でいらっしゃった方がね最初 LINE を、まあ、送ってたんですとで LINE を送って、まあ、最初彼からこう返事が返ってきてましたとで、まあ、ここまでの流れは全然良かったんですけど最初のその流れからだん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 徐々にね連絡の頻度が落ちてってるんですよね。 この連絡の頻度が下がっていって、反応が薄くなって、なんかこうリアクションが薄くなってきた。だから、どうしていいかわかんないんですって、まあこういう相談があったんです。まあこの方の相談の話を聞いた時に、むむっと、まあちょっと考えてみたわけですね。何がいけなかったのか、ちょっと LINE を見してくださいと。LINE をパンってその人の LINE をね、あの送ってもらうとかでパッて見て、その LINE を見ると、分かったことがあるんですね。その人、質問ばっかり繰り返してまんですよ。返信が欲しいから、要はお相手に、 返事をもららううたたためめのの連連絡絡ししかしなかなったんです返事をもらうための連絡もちろん全部が悪かったわけじゃないんですよ全部が悪いわけじゃないんですがその返事をもらうためにしか連絡をしなかったからその彼との話題を例えばですよあのこっちから聞いた話題がありますよねあのクエスチョ,ョンをつけるメールの送信の仕方をしてたわけですよでもこのクエスチョンが向こうから返ってきた返事に対して本当なら この話題をもっっとと膨らませればよかかたりとかもしくはこう自分が聞いた質問に対して答えてくれてるんだからそれに対して「ありがとね」って感謝の気持ちとかを伝えていれば 彼もモチベーションが上がってさらに自分の話が広がってさらに盛り上がるっていう構造ができてたはずなのにその人は質問要は返事が欲しいから質問のメールばっかりを繰り返しすぎて向こうから返ってきた返事に対してまた疑問文で返しちゃってたわけですだからその要は噛み合ってないわけですね会話がこっちはもう返事が欲しいからなんとか返事をもらうためにはどっかでね多分疑問文をつけなきゃみたいなのを 見たんだと思うんですよ。でも、そうでばっかりじゃないじゃないですか。ね、そればっかりやってたって、前に進まないじゃないですか。ここを改善したらどうですかって話をしたら。ガラってラインの内容が変わったんです。本当にたった一週間ですよ。たった一週間で。今まで衰退してた、このお相手とのラインのやり取りが。またこうやって、上昇志向にこうやって、上にこう、上に上に上に、こうグラフでね。言うと、上がってきたんですよね。上にこう、グーっと上がっていって、しかも。 電話までできるようになったりとか、結局その人3週間後ごめんなさいこれ3週間後ね3週間後にご飯に一緒に行けるようになったんですよたった一度ね冷静にこうやって振り返って今までやってた LINE がどこが間違ってたのかを振り返っただけでこの立ち止まる期間って必要なんですようまくいってない時はこの立ち止まっただけで3週間後には今までこうやって衰退してねこうやって下降気味になってたのが上に上に上がって 彼と、ね、ご飯行けるようになったっていうのはかななり驚きじゃないです、まあ、結果この人がどうなったかっていうと、まあ、2ヶ月でねあの復縁成功っていうのを達成することができましたしこの立ち止まる期間っていうのがどれだけ重要だったかっていうのを分かってもらえたんじゃないかと思います。こんな風うにまあ3つのね、まあ、今回キーワードをお話ししましたけど閉塞感があってなかなかこう復縁に行き詰まったなっていう風に感じた方は。 今日お話ししたこの3つのポイントを自分にね反復して反復練習反復練習っていうのかな反復して覚えて教訓にしてあなたの復縁活動にぜぜひひお役立ててをしていいいたただきたいなと思いますそして何よりねもうあの年末までもう残り2ヶ月とか3ヶ月切ってますよね。 まあ今年別れてうまくいかなくなった方、ね、去年からうまくいかなくなった方もっと前よりずっと悩んでる方たくさんいると思いますぜひこの年末、まあ、この年内にはね復縁を成功してあなたが一番の幸せになることを、まあ、私たち指原事務局は一番願ってますぜひまたあの成功のお便りとか復縁が成功できたとかなんかそんなことも聞かせていただけるとあの私たちの励みになりますんでお待ちしておりますでは、えー、本日もご視聴ありがとうございました